2003年にオーストリア大使館賞という賞をいただいたので、その時から始めました。手作りに非常にこだわっていて、全部一人で作っています。ビーズをアートにと思いまして、ビーズがですごくチープなこう安っぽいおもちゃっぽいイメージがあるのを、ビーズをアートにしたいと思って始めています。で、立体感を非常に大事にして制作しています。私のブランドの特徴は、すべて一人で作っているということと、あと一つ一つが全部違う、お客様のために、つけてくださる方のために作っているということです。なぜなら、こういうアクセサリーは素肌につけるものだからこそ、その作っているものの思いっていうのもあると思うので、そういう気持ちを込めて手作りしています。私の一番大好きな自分の中の作品で、花という作品があります。これはアフリカの国のお花にもなっているプロテアというお花の、見た時の衝撃がすごく自分の中にあって、それを表したくて作りました。今回の撮影は、今までのホームページの写真が古くなったというか、常に作品というのは新しいものにと変わっていくので、今回はライアンさんという素晴らしいフォトグラファーの人に出会ったので、最近の最新作をたくさん撮っていただこうと思ってお願いいたしました。今後は自分の目標といたしましては、できる限り多くの方に私の作品を見ていただきたい、つけていただきたい、そういう気持ちがありますので、海外で例えばニューヨークとか、多くの方が訪れるようなところで展示会してみたいです。